られそうだ。逃げろ。じゃあ行こう。これらを捕まえる人はいない。エイくんです。捕まってるけど、ね、エイくんサバ取ろうかな。何を取るの、エイくん。サバ。サバか。サバはいない。絶対いない。川に食べれる魚ある？おるよ。何？こう。何だ？はい。エイくんちょうど入った。はい、食べれる。エイくん本当にちょうど入ったね、道の穴に。もう干上がっとる？あ、でもだってこんだけ水あるで干上がってはないやろ。え、おる？何匹？何十匹？何十匹？夏ほどじゃない。捕まえたよ。おお、捕まえた。やったやった、やったやった。やったぞ、やったぞ。まだギュッとした。ねえねえ、なんかこっちがちょっと。よしよしよし。高めや。水中生物発見。確か多分ね、高めかゲンゴロや。ダメで水中生物発見した。あ、おった。何それ。わかんない。逃げてってまた。そうはいりません。なんか手で捕まえた。素手で。すごいな。こうちゃん、ここにやっといてみたの。どこ行ったやろ。一回きれいにし、あ、えいちゃん一回出してみ。どこ
おらおらおら、あ、今その石抜けちゃう、お父さん潰れちゃったかも。あ、そこら辺だった今。でもね、なんか道具っぽいやつ捕まえたの。道具っぽいやつ。どれどれ。やった、ここで。すいません、取れません。捕まえた。ちっちゃい、もうちょっと上げて。あ、いましたね。これこれこれ。はい。よし。お、入った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 。お、2匹も入った。下にあるの。あ、こっち2匹おるって。すごいね。かわいい。わなね、まだね。かわいい子やった。もう少しで答えられる。気をつけて気をつけて気をつけて。気がするわ。お、でかいのがあった。お、でかいのがあった。お、貸して。逃げたかも。予想まず。ここ見てみ。キペタモどけてみ。じゃあキペタモどけてみ。全体をまず見てみ。大きな音だよ今。うん、そのカメが順番おるからね。キペタモで見えません。あ、おる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 。おる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 。ここ、あ、下行くぞ。下行っても、あ、下行った。あ、下行った。今下行ったかも。さっきおったよ。この石の下に行った。さっきおったよ。あそこの、あ、カンタがのところにもおるって。どうした？あ、どこ？そこそこそこ。あ、なんかそこでまだピクピクしてる。ここに行ったらもういない。行ってまうで。ここなんか止めといたら石で。石こういときゃ。でもこの隙間では一枚。にぎやかだね。あ、本当はそこで死んでるやん。魚生きとる？それ。もうでも瀕死な状態じゃない？見て、わ、本当だ。みんなここで干上がってるやん。かわいそうに。動いとるけど。かわいそう。かわいそうやね。で、水のところに逃がしてくる。うん、水のところに逃がしてあげよう。どれ？どれ？どれ？どこにおんの？この石の下におる。ごはん、どけてみ。あ、あれ？何取る？ねえねえ、でもこれ。違う。この方に逃げればいい。この下にあるわ、水が。何メートルぐらい？わからん。結構取ったよ。取った？うん。結構取れないの。すごい。1メートルぐらいだ、この下にさ、水が。え、あ、タガメみたいな。結構おるな。ほら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 。これ逃してる。もう一回。あ、ほら、おったおった。ピュもう一回やって。また入った。お、シワハラちゃったぞ。どれどれ？あ、本当は入ってる入ってる。何？どこや？あ、魚？どこ？来たら教えて。あ、おったって、ここにも。ここに2個あるわ。うん、ここに考えなくなった。こいつ死んどったの？この側にはいっぱいあるよ。あ、これや。でかいでかい。入った？この魚でかい。気をつけて。おるわ。ここも。ダメ？行く。待って。あ、おった。あるよ。こっちは、ハリガネムシや。そうそう。どれハリガネムシ？そこにあるよ。手、手でとろ。触らんといてよ、簡単。触ってやつ？触ってやつよ。え、これ？カマキリの中に入って移動させるやつだよ。あれやろう。カマキリのやろう。カマキリ。ハリガネムシおるの？これこれこれ。キンキン、これがハリガネムシやつ。うん、俺見たことあるよ。だってね、あのね、サッカーの時にね、あのね、めっちゃ虫好きな子がおるんですよ。それでね、あのね、カマキリ触ったら、ハリガネムシ出てきたよ。あ、おった。これがハリガネムシ？すごいね。え？ハリガネムシを水の中から出ても大丈夫なの？うわ、動いとる、マジや、すごい。これがね、今生きとるのかな。生きてる生きてる、めっちゃ動いてるもん。わお、はい、カマハリガネムシがカマハリの中に入って寄せてた。うん、はい、これ中に出る。
入れない入れない。え、カマキリの中に入って、ほんで移動させて、ほんで、どうやって移動させてって何、カマキリを操るの、カマキリを操って、ほんで、このハリガネムシが産卵するときには、カマキリを水の中に入れて、そのまま出ていくんだよ。え、そうなの、すごい、詳しい。ほんで産卵をするというわけだ。なるほど、勉強になりました。100匹ぐらいあれ、ほんとだよ、いっぱい。ゼロゼロゼロ嘘。え、最後やっぱ穴網が細かすぎるかもしれんね。え、これ何さ、細かすぎる、で出ない、今揺れた時に。あ、でもあとあるか、あの茶色いの餌のあとだよね、うん、あ、でもおるにはおるよ、お父さん、ほらおるよ、これ、あ、これめっちゃあるの、中に入らずに食べれたんかな。これって何、うん、確かに、これ何、何それ、ゴミ。え、大介来てないで、見やそれ。本当やな。なんでや。こんだけおるのになんでや。今回は。改善点よ。あっちにいっぱいおる。ね、いっぱいおるね。もう一個。これはダメ。はい、みんな上。100匹。そう、あっちには100匹。頑張るぞ。あっちにいることを信じていこう。最後までご視聴ありがとうございました。アニマル研究所。